王朝唐が誕生しました。最盛期には中央アジアをも支配した大帝国です。旧世旧図鑑、唐の歴代皇帝が秘書として訪れた豪華な宮殿が繊細に描かれています。生まれて玉座に座っているのが第2代皇帝太宗です。そのすぐ下には湧き水の入った白杯を献上する家臣の姿が描かれています。末に乏しかったこの地で甘い水が湧き出し、太宗は唐王朝の随朝に違いないと大いに喜び、記念碑を作らせました。その碑文が旧世旧冷泉銘です。太宗の勅命で王陽順が書いた碑文の拓本です。この書は楷書の最も美しい姿と称され、楷書の手本とされました。楷書の基本、筆を打ち込み引いて止めるという3つの動きが見て取れます。大帝国となった唐王朝で完成した楷書は多くの人が読み書きできる書体の規範となりました。貫禄辞書、楷書の字体を整理し標準字形を提示したいわば漢字辞典です。受験者のために作られました。この文字を書いた人物こそ中心として後世にまで名を馳せた唐代きっての官僚です。顔真慶、若くして王羲之の書を学び楷書の名手として知られていました。顔真慶の家系は孔子の弟子を先祖として代々学問や書道に名高く、高潔な政治家として唐王朝に仕えていました。河北平原の霊峰泰山、顔真慶が生きた8世紀に唐王朝の実権を握った第6代皇帝玄宗が天命を授かったことを天に報告する奉前の儀を行いました。その山頂の真内に彫られた儀泰山銘です。玄宗自ら文章を作り書いたものを彫らせました。池に船を浮かべ、家具温浴の中
ました。即位して40年余り、いつからか幻想は政治に関心を失っていたのです。8世紀半ば、辺境の防備に当たっていた摂度氏の安禄山が朝廷に反旗を翻しました。安禄山は党の全兵力の3分の1を掌握し、政府軍を圧倒したのです。そんな中、完全と反乱軍に立ち向かったのが顔真とその一族です。儒教を重んじ、忠義を尽くすため立ち上がったのです。しかし、いとこの顔浩慶とその息子である顔輝明が敵に捕らわれ殺されました。顔真はこの戦いで30人以上の親族を亡くしました。採鉄文庫、老いである顔輝明の追悼のために書かれたものです。建元元年、武術の年、輝明の霊を祀る。この書には顔輝明がいかに勇敢に戦ったのか時を追って綴られています。逆賊の暴挙、そして若くして死んだ老い輝明の哀れを思う顔真の文字は乱れていきます。書き誤り黒く塗りつぶされた34文字には顔真の抑えきれない感情が現れています。父、おじい、そして感極まった一言、ああ悲しみの極みである。感情をあらわにしたこの書は歴史に残る傑作となったのです。臨義士、ここに顔真の功績を現代に伝える記念館があります。顔真さん、
聖剣さんは顔神経から数えて37代目にあたる子孫です。通过起啊这个我觉得你刚才他和别的他是刚进有力的而且是火力的冲突有这个几点的特点写的字你说他的为谁为什么不中控写字字是人体它就是一个思想和人生观的表现心を書に表現した顔神経彼が高く才能を買った開祖という僧侶がいました。開祖の傑作自叙情です。開祖長沙に住む幼い頃より仏門に入る自分の来歴を思いのままに綴っています。国という字です。旋回する筆さばきは勢いに乗って文字を形作っています。そして文章の終盤には無我の境地に至ったというほど天真爛漫な筆遣いになります。この草書こそ開祖の個性そのものです。顔神経が書の世界にもたらした個性の表現は開祖へ受け継がれていったのです。書は人なり心のありさまを映す書の芸術はさらに次の時代に花開いていきます。